バビアナはアヤメカの属の一つである。日本ではこの属の中で観賞用に改良された園芸植物を総称することが多い。和名は小崎アヤメ属だが現在はあまり用いられていない。オランダ語でヒヒを表すベイビーナーからヒヒがこの球根をよく掘り出して食べていたからという現在約60から80種の原種が確認されている。すべて アフリカ大陸南部の南アフリカ、ナミビア、ジンバブエに自生している。インド洋上のソコトラ島に分布する一種は染色体数などの違いから別属サイアニックスアに分割された。小型の多年草で夏の間は小さな休憩を作って休眠する。草丈は大きなものでも30センチメートルくらい、葉は墓地状で細かい毛に覆われている。花は 直径2から3センチメートルの6弁下で4月頃先、水上過剰、または、相上過剰で数輪から10数輪先、かつてはややくすんだ藍色や、ボタン色のものが多かったが、現在は、水色や藤色、白、ピンク、赤に近い紅色、絞り咲きやスポットの入ったものなどなど、かなりの色の品種が作出されている。反対完成の秋植え球根で、東京付近では、 霜除けが必要だが、房総半島や伊豆半島伊勢の沿岸部など、強い霜の降りない地方では、露地栽培が可能である。小柄な植物なので、鉢植えにして楽しむことが多い。鉢植えの場合は、五寸鉢に7から10球くらい、複土は球根が隠れるくらいにする。露地植えでは複土を5センチメートルくらいする。植え時は10月下旬から11月初めくらいが良い。 日当たりと水はけの良いところなら、多少痩せ地でも、比較的良くできる。バビアナカーゴアル、エックスシムズ。トラーピコス、ミズーリボータニカルガーデン、423,667、2012年8月3日、閲覧。プラントネームディテールズ4バビアナカーゴアル、エックスシムズ。 インターナショナルプラントネームズインデックスインターナショナルオーガニゼーションフォープラントインフォメーション2012年8月3日閲覧 ABC ゴールドブラッドへーるありがとうございます